皆さんこんにちは。これから相模原市が推奨しているファミリーバドミントンを紹介します。大野北地区ではスポーツ推進員が中心となりファミリーバドミントン教室を開催し、多くの皆さんに参加していただいております。はじめに地区長の長田より委員の紹介をさせていただきます。皆さんこんにちは。スポーツ推進員大野北地区協議会地区長の長田です。今回は老若男女誰でも一緒に楽しめるファミリーバドミントンを紹介いたします。大野北地区スポーツ推進員は私を含め現在10名で活動しております。はじめに仲間を紹介いたします。岡本委員、村田委員、清水委員、山下委員、今野委員。坂本委員、渡辺委員、上熊委員、高森委員。はい、ありがとうございました。では早速始めたいと思います。今野担当よりお願いいたします。はい、ではファミリーバドミントンに簡単な歴史と特徴からお話しします。ファミリーバドミントンは昭和63年に京都で開催された京都国体のバドミントン競技会場地となった長岡京市が手軽にバドミントンを広く親しめる独自のニュースポーツとして考案したものです。ファミリーバドミントンの特徴になります。1、誰でも手軽に安い費用でできる。2、バドミントンコートを使用するためほとんどの体育館でプレーできる。3、バドミントンと比べて初めての人でも容易にプレーできる。4、ラケットのシャフトが短いため手のひらで打つようにシャトルが打てる。5、スポンジボールに羽がついているためスピードが抑えられスマッシュが禁止されているので初めての人でもラリーが続く。ラケットとシャトルになります。ラケットはバドミントン仕様より約20センチほど短いです。ファミリーバドミントンのシャトルは黄色の部分がスポンジ製でテニスボールよりやや大きめです。ファミリーバドミントンコートになります。コートはバドミントンのダブルスコートの広さでポール高さもバドミントンと同じ1メーター55センチです。ラインにはそれぞれ呼び名があります。バックラインです。サイドラインです。サービスラインです。ネット下ラインです。センターラインです。サービスコートです。サービスコートはサービスを行う位置になります。以上です。この後競技規則やルールの説明に入ります。説明を坂本担当にバトンタッチします。はい、坂本です。よろしくお願いします。試合開始前のプレイヤーは前衛1名、後衛2名の1チーム計3名です。それぞれ動きの制約があります。動きの制約は後で説明します。競技は次の方法で行います。試合開始前にサービスライン上に全員整列して挨拶をします。じゃんけんをして勝った方がサービスを取るかコートを取るかを決めます。試合開始前のプレイヤーの位置は前衛1名、後衛2名です。主審の合図により試合開始します。得点はラリーポイント制です。得点は1セット15点で2セットを先に取った方が勝ちとなります。
14点対14点になったときは16点を先取した方が勝ちとなります。2セット目と3セット目は前のセットの勝者がサービスを行います。2セット目と3セット目および3セット目で8点になったときはコートを変えます。セット終了、試合終了のときはサービスライン上に全員整列して挨拶をします。次はプレイヤーの動きとルールです。サーバーは後衛の右側のサービスコートにいるプレイヤーです。サービスは相手側コートに向かって後衛の左側のプレイヤーがいるサービスコートの中に打ちます。シャトルがサービスコートから外れるとアウトです。シャトルはラインの上から見て黄色の部分がラインにかかっていればセーフです。サービスの時、サービスコートの四方のラインを踏むか踏み越えるとアウトです。サービスはどちらかの足を床につけて行います。サービスはフォアハンドで行います。サービスはラケットの先端およびラケット面がサーバーのウエストラインおよびサービスする手の手首より下で行います。サービスしたシャトルがネットに触れても、相手コートのサービスコートに入ればセーフです。相手側コートのサービスコートのプレイヤーをレシーバーと言います。レシーバーだけがサービスを打ち返すことができます。レシーバーはサービスラインを踏むか踏み越えるとアウトです。シャトルは2回以内で相手コートへネット上を越えて返します。シャトルに触れるのは1人1回です。ラリー中にシャトルを打った瞬間、打点より下にシャトルが飛んだ場合はアウトになります。相手チームからサーブ権が移ってきたときは時計回りに1つ位置を変えます。前衛のプレイヤーはサービス後はコート内のどこへ移動してもプレーできます。ネット下ラインを踏むか踏み越えるとアウトです。後衛のプレイヤーはサービスラインとサービスラインの延長線上を踏むか踏み越えるとアウトです。サービス後はセンターラインを越えてプレーできます。この後、相手チームの得点になる反則について説明します。説明を村田担当にバトンタッチします。はい、村田です。相手チームの得点になる反則について説明いたします。ラインクロス、サーバーがサービスコートの地方のラインを踏んでサービスをしたとき、後衛のプレイヤーがサービスラインとサービスラインの延長線上を踏むかまたは踏み越えたとき、前衛のプレイヤーがネット下ラインを踏むか踏み越えたとき、ビデオはいずれもラインクロスの事例であります。打ち込み、シャトルを打った瞬間、打点より下にシャトルが飛んだとき、ビデオはいずれも打ち込みの事例であります。オーバーウエスト、サービスのとき、ラケットの先端およびラケット面がサーバーのウエストラインおよびサービスする手の手首より下でなかったとき、タッチネット、ラケット、身体または着衣がポストまたはネットに触れたとき、オーバーネット、ラケットまたは身体がネットを越えて相手コートに入ったとき、ビデオはタッチネットの事例であります。オーバーネットの事例であります。ホールディング、シャトルをラケットに乗せて運んだとき、オーバータイム、シャ
シャトルを相手チームに返す際、3回以上打ったとき、ドリブル、同じプレイヤーが2回連続してシャトルを打ったとき、フットフォルト、サービスのとき、サーバーのどちらかの足が床についていなかったとき、ラケットでシャトルが打たれなかったとき、以上であります。村田担当、ありがとうございました。それでは実際の動きを見てみましょう。